こんにちは、Gです。今回は Ubuntu のお話。Ubuntu は年2回、4月と10月に新しいバージョンがリリースされます。偶数年の4月には長期サポート LTS 版が公開されます。さて、4月ですが、今年は奇数年なので LTS ではなく通常リリースになります。Ubuntu 23.04 のコード名はルナーロブスター。月のロブスター。そういえば、エビ満月というおせんべいがありますね。この動画ではルナーロブスターではなくエビ満月と呼んでみましょうか。エビ満月は通常リリースなので9ヶ月間サポートされます。エビ満月、果たしてどうなのか味見してみましょう。はじめにお断りを。 Ubuntu 23.04 の公開予定日は4月20日です。今時点では開発版であって、公開版とは異なる仕様や挙動である可能性があります。画面はデイリービルドのダウンロードサイトです。ここでラズベリーパイ用の ARM 版がダウンロードできます。ダウンロードしたらエッチャーで SD に焼きます。エビ満月イメージは 9GB ほどあるので SD は 16GB でも大丈夫ですが、 32GB 以上が安全です。 SD から起動すると初期設定ウィンドウが開きます。いつも通り日本語、アジア、東京、ジャパニーズキーボードを指定します。なんかマウスの動きが早すぎるようで、後で調整が必要ですね。名前とパスワードをタイプして終わりです。システム変更の上、リスタートされます。まずはソフトウェアアップデーターで最新の状態にアップデートします。続いて日本語入力のインストールとオーバークロックをやっておきます。ターミナルを立ち上げて画面のようにタイプ。なぜか分かりませんが、すごく時間がかかりました。続けてもう一行。オーバークロックは画面のようにタイプして、文末に画面の5行を追記。画面のようにタイプしてターミナル用のツールもインストールしておきます。事前情報として GNOME44 で大きく変わったという記事をたくさん見ました。本当なのか検証します。画面右上のクイックセッティングを開きます。以前の動画ではクイックメニューと呼んでましたが、名称はクイックセッティングに落ち着いたようです。この機能は 22.10 から導入され、あまり変わってはいませんが、スクリーンショットアイコンが追加されています。それと Bluetooth のグレーターアイコンで接続デバイスの表示と管理ができるよう改善されています。新機能としてはバックグラウンドアプリがある場合、その表示と設定ができるそうです。ただし互換がある場合とされており、すべてのアプリが表示されるわけではないようです。設定アイコンをクリックしてみます。GNOME バージョンは44になっていますが、カーネルバージョンは 5.19 のままです。
カーネルバージョンは 6.x になるはずなんですが、まあラズベリーパイの場合 CPU や GPU 対応が変わるわけじゃないし、カーネルアップデートの恩恵があまりないので気にすることもないかと思います。設定アプリではご覧のようにいくつかの機能で UI が改良されています。サウンドの UI が改善、マウス&タッチパッドの UI が改善、アクセシビリティの UI が改善。でも大きく変わったわけでなく、小さな改善の集積といった変化です。ノーチラスというファイルマネージャーが採用されていますが、大きな変化があるとのこと。個人的には正直今更なんだと思う内容ですが、ファイルズを開き、設定メニューでプレファレンシーズを開きます。ゼネラルズの中の Expandable Folders in List View をオンにします。長ったらしい名前ですが、要はリスト表示の時、ツリー表示がようやくサポートされたということです。実際にやってみるとこんな感じ。常用している KDE のドルフィンでは以前から普通にできることですが、ノーチラスでは 22.04 でこの機能が実装されたのに 22.10 で削除。なんか訳ありなんでしょうね。今回再実装されたんですが、今時点ではまだ不安定で、高頻度でファイルズが落ちる、または無反応になるトラブルがあります。あとファイルセレクターダイアログでグリッドビューが追加されました。公開前のデベロッパー版ですから、不具合があるのは仕方がありません。しかしどんなトラブルがあるという情報は大事じゃないでしょうか。まずはブラウザなんですが、起動でこけるトラブルが多発します。スナップ版の Firefox が入ってるはずなので、削除して Debian 版に入れ替えてみます。まず画面のようにタイプして、スナップ版の Firefox をアンインストール。次にデビアンパッケージ版の Firefox をインストールするんですが、ちょっと手間です。最初画面のようにタイプして、モジラチームの PPA を追加。次に画面のようにタイプして、 PPA の優先度を設定します。画面の産業をタイプして保存。あとはアップデートして、画面のようにインストール。これで起動でこけるトラブルはなくなりました。あと Ubuntu ソフトウェアも起動でこけて使えませんでしたが、これは3月30日のアップデートで解決。いつもながらビデオアプリは動作しません。画面のようにエラー表示されます。今回はちょっと調べてみて、不足しているエクストラコーデックをインストールしてみました。1行ずつ画面のようにタイプ。途中で確認ウィンドウが表示されるので OK および Yes を選択。インストール後動作確認。やっぱりビデオアプリはラズパイでは動作しません。諦めて
VLC をインストールして再生を試します。再生には問題ないんですが、再生頭出しのところで音がちょっと途切れますね。デビアン版の Firefox でも動画再生を試します。フル HD フルスクリーンだとちょっときついですね。再生を見るだけだと分かりにくいけど、この動画撮るのに何テイクも撮り直ししています。公開前のデベロッパー版なので、開発のためのコードによるオーバーヘッドがあり、全体的に重いのは仕方ありません。 GNOME 44は大きな変化とは言えないと感じました。動画作成時点では公開予定日まで3週間で、アップデートは毎日来ています。今回試した範囲では不具合があるとはいえ、致命的なものではなく、仕上がりは順調と感じます。公開予定日には桜前線は札幌あたりだそうです。ただ Ubuntu の更新のたびに GNOME はどうもな、スナップは使えないなとぼやくのは私だけでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。 Kindle Fire 10 Plus を買いました。新生活セールキャンペーンで2万円以下で買えました。 Kindle は初代を持ってるので12年ぶりかな。普段はiPad ユーザーでしたが、自分の利用方法では iPad である必要はないと考えました。メモリーやストレージもそんなにいらないし、あと Android は事実上国産がほとんどないのと、基本あまり好きじゃないので、中華タブレット買うより台湾 Kindle の方がいいかなと思った次第。 Kindle Fire いいですね。本体軽いしサクサク動く。あ、エイプリルフールじゃないですよ。ではまた次回。